こんにちはみんな。シリーズの3番目のビデオをフィーチャーした ANIMEXD チャンネル。アニメキャラクターをゼロからモデリングするのはとても簡単です。今回は、リトポロジーの完全なプロセスとその簡単さを紹介します。この一連のビデオの全てのプロセスを思い出してください。それらはゲームに使用される技術に基づいています。始めましょう。リトポロジ用の非常に優れたアドオンです。説明のダウンロードリンク、ここで SYMETRYX をアクティブにしてミラーリングしました。したがって一方の側で行うことはもう一方の側で行われます。この場合領域は赤で表示されます。メトポプロを開始するにはターゲットオブジェクトをクリックするだけです。そして RF で新しいターゲットを作成します。次に新しいインターフェースを開きます。いくつかのツールがあります。またいくつかの構成、各ツールには使用方法を説明するチュートリアルページがあります。 REPOPOFLOW インターフェースを終了するときに新しいターゲットを作成する必要はありません。その横にあるボールをクリックするだけです。もう一つのヒントはブレンダーカーソルを常に中央に保つことです。このような問題が発生しないようにこの時点からリトポロジーのプロセスが始まります。完了し加速します。 REPOPOFLOW を使用するとプロセスがより簡単かつ高速になります。このビデオはリトポロジーのみに焦点を当てていることを確認してください。
後完了です。足、耳、口、目は後で閉じる穴でした。準備ができました。次のビデオでは、金星の船乗りの形を説明し始めます。次のビデオであなたを願っています。見てくれてありがとう。他のチャンネルコンテンツをご覧ください。